私たちのコンセプトである Our Room, Your Home っていうのは、まあ、お客様に対して我々が、まあ、前面に出したいものではあるんですけどね。もともとこの工事をするきっかけとなったのは、まあ、新しくリノベーションする上で普通に部屋があって、おトイレがあって、お風呂があってっていう旅館ではそれだけじゃ面白くない。当時はいきなりは思いつかなかったんですけども、まあ、あのレトロな雰囲気がもともとあったものですから、そのレトロをどうにか生かして、まあ、外国の方も多い、あの旅行者の方が多く集まる場所というのもありますし、まあ、日本の方も若い人なんかはレトロ、まあ、帰りというかレトロな雰囲気にまた戻りたいっていうのがあったので、そういうのを凝縮した旅館ができたら、自分が旅行しててやっぱり旅館っていうものにそういう部分を求めていたところがありましたから、まあ自分も実際旅館をやる上で何がお客様にとって大事かなと思いましたら、やはりただ泊まれるというよりはそこに、まあ、感動なりリラックスできる場所なり、そういうのをまあ考えて、まあ、ただの旅館ではないっていう意味で、まあ、うちの千代田は、まあ、よそにはないギャラリーとか、あと信楽焼のお風呂とか、そういうのを設けて、旅行の一つの感動としてはやっぱり人と人が会う場所だと思ったので、こういうギャラリースペースを設けることで、まあそうですね、他のホテルさん旅館さんにはないものだと思ってますし、まあ、そういうことにこだわりましたね。千代田をまあ改装する上でですね、やっぱりただ改装しても普通の旅館と変わらないので、そこにコンセプト、自分たちがやりたいっていうものを載せたくてですね、まあ、このインテリアデザインに関して、まあ、素人ではありますけども、自分たちがこういうふうなデザインで仕事ができて、お客様もまあこういう場所で楽しんでいただけたらなと思いまして、まあ、感動のまあ一部というか、そういうのを踏まえると、やはり目に見ただけでも分かりやすいその安らぎの場所を作りたくてですね、まあ、壁紙とか床とか、まあ、お部屋もそうなんですけども、そういうあらゆる調達品はやはり自分たちで厳選して、まあ、こだわって設置しましたね。実際後ろの戸板なんかはですね、京都に3回ぐらい、まあ、通ったんですけども、どこにそういう京都らしいものとか日本家屋にねふさわしいものが売ってるのかなって言ってもですね、普通にまあ四条烏丸とかにあるわけじゃないので、まあその、まあ、実際足でですね、インターネットとかには情報ほとんど載ってなかったので足で探して、まあ実際 3,4 回探しましたかね、購入までに実際作っていく上で、ここにはこれが欲しいっていうのがあったりして、まあその本当に出来上がるまでに、まあ5回以上は京都に通いましたし、まあその分なんていうんですかね、安くていいものを仕入れるためには自分で足で探さないとなっていうのがあったんで、まあ、ベッド一つ、茶碗一つ、自分たちが納得できるものを、まあ、探して、インターネットや通販ではなく足で探したっていうことは結構、まあ、時間もかかりましたし、でも実際今こう完成してみてですね、まあ、お風呂なんかもすごく自慢のお風呂ですし、僕たちのこだわりがすごく完成形に近い形で出たんじゃないかなと思ってますし、実際にオープンした日はですね、3月25日だったんですけど、まあ、皆さんご存知のように3月11日に
まあ、大地震があったものですから、その時、まあ、実はまだ保健所の許可を申請している段階だったんで、実際その3月11日も、まあ、私はあの保健所に行く途中だったんですよね。その最後の書類、申請書類の最後の、まあ、段階だったんで、もう地震も揺れてる中ですね、もう道路とか当然揺れてましたから、その中で、まあ、走ってですね保健所に駆け込んで、もう是が非でもその日のうちに申請したい、あとのことはもう全然考えてなかったんで、とりあえず受理していただきたいっていう勢いで、あの保健所に走りましたね。日本を愛する世界の皆さんへ。震災後すぐに、この旅館は完成しました。なので皆さんに、まあ、伝えるのにはまだ不十分なんですけども、すごくいい旅館なんで、僕もあのこだわりにこだわって皆さんのために作りました。ぜひ遊びに来てほしいと思ってます。よろしくお願いします。